いや、みんなさっき2600円ぐらいでスイッチのゲーム買ったんですよね。それがこれで、10分ぐらい待ってんだけど誰ともマッチングしない。でこいつがすごい煽りに見えてきた。すごい腹立ってきた時お前2600円も出して誰ともマッチングしないのかよみたいな。ちょっと誰かやろ、これ見て。クロスプレイオンだから、確かクロスプレイってこれスイッチなんだよね。だからスティーム版とかいろんなそのなんていうの、プラットフォームの人とマッチングするみたいなシステムだった気がする。だからスイッチじゃない人でも当たる気がするんだけど、それでも当たんないんだよね。なんかじゃあ4人対戦か6人対戦あって、さっきから4人の人がマッチングしませんってなって、6人の人とマッチングしますかってなるんだよね。そしたら6人の人とマッチングしません、じゃあ4人の人とマッチングしますかみたいに、これの無限ループなんだよね。ちょ、誰かやろうぜ。私これ買ったのに、今日この動画撮りたくて。いや頼むよマジでほらやりたそうにしてんじゃん、このよくわかんない主人公。お、来たか、来たっぽい、来たっぽい、来たっぽい、来てねえわ。これ私今72億分の1ってことでいい？この全世界で私しかやってないってことでいいのかな。ちょ、頼むぜ、頼むよ、一戦だけでもやらしてくれよ。いや、私2600円払ってこいつ見るだけのゲームになってんだけど、こいつの鑑賞会になってるお前は何しとんじゃたまーに止まるんだよな、電池がなくなったかのように。この子が止まるとマッチングしてんじゃないかなって思うんだけど、フェイントなんだよな。なんか今このゲームのゲーム紹介を見てんだよね。陽気でイカれたバカバカしさマックスのパーティーゲームなんだって。で、いろんなステージでプレイだって。30以上のアリーナとユニークなミニゲームが遊べる。30以上もあるんだね。フレンドに挑め、オンライン、フレンドに挑め、オフライン、フレンドに挑め、オフラインやオンラインでゲームのうまさを試そう。最大4人のオフラインプレイに対応してるので、家で友達とワイワイ楽しめる。オンラインは5人のライバルたちと対戦できる。5人もいねえんだよ世界に5人もこのゲームやってる人いねえからマッチングしねえんだよ。みんなメンテナンスを実施しますって右にあって、実は今メンテ中なんじゃないかなと思ったけど、メンテ中じゃねえわ。みんな20分待ったね。20分待って誰ともマッチングしなかっただろうし、2600円出してこのおじさんを見守るゲーム買っちゃった。ははははははは。サミさんマッチングしないでマリオカートの世界に来たね。ああいう系のゲームで結構ねマッチングしなくて没動画になることが多いんだけど、ね、なんとかしてほしいよね。なんかせめてコンピューター出してほしいよね。正直マリオカートやる人いなくなってもマリオカートだとねコンピューターと戦えるからね。そういうモードあったらね、私も幸せにあのゲームできたんだけどなっていう感じですよね。なんか皆さんやりたいゲームあります？なんか最近世間一般的になんかちょっとダウンロード数が多いみたいので話題になったのがあれだね、ハリーポッターっていうオープンワールドのゲームが出るんだよね。ハリーポッターなんとかレガシーみたいな、なんかスイッチとかあとプレステ5とかなんかいろんな端末で出るんだけど、あれなんだよね、その端末によって発売時期が違うんだよね。確かプレステ5が一番早かったかな。で、オープンワールドで水も泳げて飛行機にも乗れるらしいんで、飛行機じゃねえや、ほうきにも乗れるらしいんだよね。だからもうハリーポッター好きにはたまらないみたいな、そういうゲームがもうすぐ、まあ2月10日かな、最短で出るらしいんだよね。あ、概要欄にリンク貼っとくんで、もしよかったら見てください。いや、どうしようかな。なんかね、もうこの年になるとあれなんだよね、ゲームやるより、まあ、ゲーム見る方がもう 楽っていうか楽しくて、まあ、誰かのねゲーム実況見ようかなと思って。そのハリーポッターやってる人多分誰かしらやるでしょ。ハリーポッター人気作だもんね。やっぱハリーポッターといえばね、やっぱあのボルデモート、名前を言ってはいけない。お、私こんな意気揚々と話して1位じゃん。ちょ、1位狙ってみようかなって。おい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 、この赤コーラ3兄弟にマフィン、お前は家ではマカロン切ってろ。おいおいおい、迫り来る今日一周ゲームズ。だからなんかどうしようかなと思って、やりたい気持ちもあるんだけど、でなんかね、うわ、アイテム取れなかったし。なんかその会社の親戚か誰か出してたあれによると、なんかクリアまで大体30時間ぐらいみたいな、嘘か本当か分かんないけど、そういう記事出てたね。30時間ぐらいで、まあ、やり込み要素を入れると、まあ、大体70時間。これ見て、バナナ回避、うますぎる、うますぎる。まあ餌鬼には抜かされたが、これ今私
あれやんなかったら餌鬼以外にも抜かされてたね。え、うまいんじゃない私。あ、今日ツイッター見たら、アンガールズの田中さん、結婚したらしいね。おめでとうございます。アンガールズの田中さんはね、なんかクラロワのゲームかなんかの司会かなんかやってて、なんかそこで、なんか激エブっていうワードが出たらしくて、まあ、激エブって言ってくれたらしいね。まあ、激エブっていうのは激アツファンタスティックエブリデイの楽だね。だから、よく激友って我々言われてんだよね、アンガールズ田中さんとシューは。激友として、いや、マジおめでとうございます。あと、キスマイフィットの横尾さんも結婚したらしいね。やっぱキスマイフィット知ってます？そういうジャニーズグループがあるんですよね。なんかキスマイフィットといえば、キスをしよ世界が変わるでででみたいな、そういう激アツな CM が昔あって、まあ、キスマイさんといえばその私印象が強いね。お、カッパ軍の大将さんいるね。さあ、やばい、私結構カッパ巻き好きよ。美味しいよね。なんか鉄火巻きとかなんかいろんな納豆巻きはねあんまりですね。私さあここで入れてこう、納豆自体は好きなんですけど、なんか巻きにされるとあんまりなんですよね。さあどうしようかな。さっきは1位の男だったからね、2位か、2位の男だったからここで1位取ってきたいね。あれなんかさ、女性アイドルグループは恋愛禁止だけどジャニーズは別にそういうのないのかな。なんでなんだろうね。男の人は別にいいみたいな。だからこういう横尾さんとか結婚しては別になんかそういう規約違反みたいのはないけど、なんかそう AKB さんとかあるよね。なんでなんだろうね。そのグループ独自のあれなのかな。なんか別にね、なんかそういうアイドルグループ出てきてもいいかも。アイドル全員妊娠みたいな。